はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週もね、ファミ通 .com さんのゲームソフト販売本数ランキングが更新されたので、まあ、本当は2週分更新されてるんだけど、1週分まずね、2022年12月26日から2023年1月1日の分をね、集計したらこんな感じになりました。まあ、4週分ですね。ということで、まあ、新作がないので、定番なんですけども、まあ、見ていただくとわかる通り、基本的には、ずっと前に出たタイトル、まあ、定番ね。定番は残ったり戻ってきたりしてるんだけど、この2、3週で発売したタイトルがほぼ落ちましたね。まあ、ドラクエ、FF、あと、フィットボクシングぐらいかな、残ってるのは。あとはもう、全部こう、新作として、ここ数週間出たやつがどんどん落ちて、という、で、逆にこう、定番戻ってるから、だからどっちかというと、こう、上に上がってるね、タイトルが多いかと思います。ということで、ちょっと上位を見ると、1位がポケットモンスター、スカーレットバイオレット。で、15万5695本で、累計449万4626本。2位がスプラトゥーン3で、5万1121本。累計373万8935本。3位がマリオカート8デラックスで、3万1470本で、累計504万5845本となっています。まあ、マリオカート8ね。やっぱ定番ですよね。クリスマスシーズンというか、クリスマスを終わったところで、こう、ポンと入ってくる。しかも、結構いい数字でね、入ってきていますね。まあ、なので、こう、まあ、この数字は後でもう一回ね、ちょっと振り返ることがあるかと思います。まあ、それ以外でもね、まあ、任天堂スイッチスポーツも昨年発売されたタイトルでね、一応こう、定番で残って、いいところに入ってきたりして、まあ、それに伴ってね、やっぱリングフィットがちょっと落ちてるのかなっていう感じはします。まあ、リングフィットも一応24位にありますけども、はい。で、ドラクエとかね、まあ、まあ、いろいろこう、はい。で、ちょっとね、珍しかったのが、28位のね、ポケットモンスター、ダイヤモンドパーティー、ダイパーと、あと、29位のスーパーマリオパーティー。この二つが、もう戻ってこないかなと思ったら、ヒュッてまた、スーパーマリオパーティー、すごいですね。だってマリオパーティー、スーパースターズが今まだ9位に入ってるんだけど、でも、旧作買っちゃうんですね。まあ、こういうところで、まあ、バッティングしてるわけじゃないんだろうけども、まあ、スーパースターズが伸び悩む、遠因になっているのかなというところはあります。まあ、併売してるんですね。はい。まあまあいいや。で、とりあえずここまでです。次からね、それまでいつもの通り気になるグラフを見ていくんですけども、まずは、スイッチのポケモンね。はい。ということで、まあ、大して変わんないかな、この辺は。はい。変わんないというか、まあ、完全にスカーレット・バイオレットが、あ、そうそう。だからこれも後から紹介すると思うんですけど、スカーレット・バイオレットがね、もうソードシールド抜いちゃってるから、もう、完全に、次回あたりから、このグラフのね、上が上がってくので、僕の勝手な都合なんですけど、下の調整がちょっと大変になるかな、という感じですね。で、次、スプラトゥーン3なんですが、こちらはね、まだスプラトゥーン2には追いついてないので、まあ、ぐーって伸びてはいるんだけども、ちょっとね、まあでももう少ししたら多分こう折れてくると思うんですけども、まあ、とはいえね、多分、どっかのタイミングで2を抜くんだろうなという勢いはまだ続いてます。で、任天堂スポーツの任天堂スイッチスポーツですが、さすがにね、先週のグイーンって伸びるのはもうなくなって、まあ、クリスマス終わりました、みたいな感じになってるんですけども、まあ、これもちょっともう少し追ってみないとね、どうなるかわかんないところですね。で、次、ドラクエ、ドラゴンクエスト〇〇。はい。これなんですけども、ドラゴンクエストトレジャーズが先週までね、なんかこう、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよの PS4 版とね、のちょっと上をスレスレ行くのかと思ったら、ヒュッて上に上がってきたので、ちょっと今後こう、ビータ版のね、ドラゴンクエストビルダーズアレフガルドを復活せよに、こうの、抜くような感じになるのか、ちょっとここはちょっと注目ですね。まあ、要はこのトレジャーズが定番でどのぐらい残ってくるかっていうのがちょっとポイントかと思います。で、次、FF ですが、もうクライシスコアね、まあ、3作品、こう、団子なんですけど、1周目 PS、あれ、なんだっけな、1周目が、
1周目はどっちが上だったんだっけ。1周目は PS5 が一番売れてたんだけど、2周目になったら、PS4 の方が売れて、3周目はスイッチが一番売れてるね。で、結果的に今スイッチが一番上回った、違うかね。1周目が PS5 で、2周目と3周目はスイッチが一番売れてるので、累計では、最終的にはスイッチ版がね、一番上回ってるという状態になってますけど、まあ、でもこれトータルすると、結局ディシディアとか抜くのかな。まあめんどくさいからやんないけど。一応こういう感じで混戦ですが、まあ来週以降ちょっともう厳しいかもしれないですね。はい。で、マリオラビッツね。マリオラビッツなんですけど、やっぱり先週はクリスマスパワーガーンって上がったんだけど、ちょっとこう戻ってきちゃったんで、ちょっとまたキングダムバトルにね、ジャーシーバトルが追いつくかっていうとそうでもなさそうな感じですね。まあこれも定番ですけど、まあちょっともう来週以降あんまり追っても面白くないかもしれません。で、ちょっとね、新しくグラフ作ってみたんですけど、PS5 タイトルって書いてあるんですけども、今 PS5 タイトル3タイトル入ってるんですけども、まあこれは入ったり抜けたりするんですけども、とりあえずあの PS5 をね、僕もね、やっと購入できたってことで、そうすると、ここに入ってくるのっていうのは、PS5 を買った時に、最初に何を一緒に買うか。まあ、本体にこうね、ダウンロードコード入ってる場合もあるんだけど、多分この辺が今、PS5 買う人の定番タイトルだろうというところなので、この辺のタイトルのね、状況をちょっと追いながら、ちょっと過去のタイトルもね、ここにグラフ入れて良さそうなのがあったら入れていこうかなと思ってるんですけど、とりあえずこういうグラフを作ってみました。まあ、要するにグランツーリスモ7も売れてるねっていうところです。はい。で、任天堂スイッチの150万本超えのグラフですが、まあ、相変わらず動物の森が上なのはさ、確かなんですけども、まずね、ポイントとしては、実は、スマブラとマリオカート8がすごい急接近してます。これ来週わかんないけど、2、3週後にはもしかしたらマリオカート8の方がね、上に行くかと思います。まあ、ただこれ、市場にこの数が全部あるかっていうと、まあ正直ダウンロードコードとかも多分、ね、この集計には入ってるから、そういう数ではないんだけど、どっちの方がパッケージが世の中にいっぱい出てるかわかんないんですけど、とりあえずね、この集計の数はね、ちょっとマリオカート8デラックスが抜く可能性がかなり出てきました。で、その下を見ると、スカーレットバイオレットがね、当然この、ソードシールドを抜いてますね。このグラフから見てわかるとおり。なので、スイッチのポケモンの中では今もう完全にスカーレットバイオレットが一番売れてるという状況がわかります。で、あとなんだっけ？あとあれだ。スーパーマリオパーティーがランクに入ってきて、今回ゼルダが抜けてるのないので、前回もゼルダが抜いて、今後はもうゼルダの方が上行くのかなと思ったら、今度またマリオパーティーが入ってきて、上になっちゃった。こういう混戦のね、ところが続いています。そんなところでしょうかね。うん。というところです。で、ちなみに、スイッチ、10周以内に250万超えのね、数の、ね、集計をこんな感じなんですけども、スカーレットバイオレット、相変わらずまだ動物の森よりもね、ハイペースで売れてますので、これがね、10周目、ちょっと、陰った感じがあって、まあ、ここでもクリスマス終わったので、こう1月になるとどんどんこう、もしかしたら最後、動物の森とクロスしちゃう可能性も、でもそうでもないな、もう、ここまで数字いってると、もうそんなに、上行くしかないかもしれない。スレスレぐらいになるかもしれないですね。ちょっとこれは状況、あと3週か。まあ見てみることにしましょう。で、トップ30週別販売本数がね、やっと2022年が埋まりましたけども、まあ最終週はね、2021年よりもちょっと下回ってるんですけど、累計で見ると、一応、2022年の方がちょっと、23万本ぐらい、22、3万本ぐらい、上回ってる。230万本ぐらい、上回ってることになってます。はい。あ、これはちなみに、
あの集計は毎週こう集計されるんだけども、その30より下のものっていうのも当時本当はあるんだけど、それは抜いてるので、あの普通に30週トップ30でずっと入ってきたやつだけの累計の数字なんですけどね、まあ、一応これを参考に、来年というか今年か、今年も、ここに、もう後ですぐ集計する予定なんですけど、この3つ目の線もね、入れていこうと思っています。はい。ということで、ゲーム販売本数ランキングで、ね、グラフに戻ってしましたけども、まあ、これでね、来週というかもうすぐやりますけども、もう集計出てるので、やりますけど、多分また定番が残ってくると思うんでね、とりあえず定番を追いつつ、2023年最初のね、タイトルがどんな感じでこう、ランクに入ってくるかっていうのを楽しみにしてみようと思います。はい。ということで、このチャンネルに応援いただける方は、ぜひグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サッカーでした。